氏は、日本の薬学者、栄養学者。学位は博士。静岡県立大学食品栄養科学部副学部長、長大学院食品栄養環境科学研究院教授。第一製薬株式会社勤務を経て、独立行政法人国立健康、栄養研究所生活習慣病研究部、主任研究院、独立行政法人国立健康。 栄養研究所基礎栄養研究部支出、東代社研究室室長、静岡県立大学食品栄養科学部准教授などを歴任した。京都薬科大学に進学し、薬学部の製薬科学科にて薬学を学んだ。1989年3月、京都薬科大学を卒業した。そのまま京都薬科大学の大学院に進学し、薬学研究科にて学んだ。 1991年3月、京都薬科大学の大学院にて、博士全期課程を修了した。その後、静岡県立大学の大学院に進学し、薬学研究科にて学んだ。1996年3月、静岡県立大学の大学院にて、博士後期課程を修了した。それに伴い、博士の学位を取得した。大学院修了後は、 アメリカ合衆国にわたり、1998年1月に保健福祉省の参加に属するアメリカ国立衛生研究所にて客員研究員となった。その後、日本に帰国し、2001年5月より厚生労働省が所管する独立行政法人である国立健康栄養研究所にて生活習慣病研究部の人気付け研究員として勤務する。 2004年4月、国立健康栄養研究所の生活習慣病研究部にて主任研究員に就任した。また、2006年4月からは国立健康栄養研究所による基礎栄養プログラムの支出、当代社プロジェクトにてプロジェクトリーダーを務めた。2011年4月、国立健康栄養研究所の基礎栄養研究部にて支出、資質 当代社研究室の室長に就任した。なお、2010年6月より、首都大学東京の客員准教授も兼任した。2012年4月、母校である静岡県立大学に転じ食品栄養科学部にて準教授に就任した。食品栄養科学部においては、主として栄養生命科学科の講義を担当し、栄養科学研究室を主催した。なお、 静岡県立大学の大学院では食品栄養環境科学研究院の准教授も兼務した。大学院においては主として薬食生命科学総合学府の食品栄養科学専攻の講義を担当した。もともと薬学部出身であり、学位も博士を所持しているが、専門は薬学だけでなく栄養学や生理学にも及んでおり、 運動生理学、運動性科学、エネルギー代謝、栄養科学、分子栄養学といった分野の研究を行っている。具体的には骨格筋の研究に取り組んでおり、そのチキン特性の獲得や喪失の基準の解明を試みたり、その正常変化を簡単で低侵襲的に検出する手法の開発に取り組んでいる。また、脂肪合成酵素についても、 その発言を調節する基準について解明を試みている。その他、地域特産品の機能性の解析にも取り組んでいる。学術団体としては、日本糖尿病学会、日本肥満学会、日本体力医学会、日本栄養食糧学会などに所属している。ありがとうございます。